終わったな。これでもう全国の高校が襲われることもないだろう。俺の右目の傷の痛みもこれで少しは和らいでくれるだろう。兄さんが帰らなくなってから1週間、一体どこに兄さんは行ったの？きっとこの兄さんの通う下道高校で何かがあったに違いないわ。この兄さんにもらったヘルメットをかぶって兄さんの弟だって言えばきっと力になってくれるはず。待ってて。